ゲストは天城実さんです。よろしくお願いします。はい、北島三郎さん。北島三郎さん、はい、はい、それとやはり対照的な方をお願いしたい。千正夫さんぐらいかな。千正夫さん、うん、あー、なるほど。じゃあちょっとワンフレーズずつでもいいかな。ワンフレーズね、はい、北島三郎さんはね、はい、顎を全部 なしにしちゃうんです。なし、もうエラも何もなしなんです。ほう、はい、どうやってなし。口だけ開ければいいんです。そしたら口開けてね、はるばる来たぜ箱なてさあかめく波を乗り越えて。あー、はい、なんとなくこう、はい、意味が分かりました。もうエラとか何もないんです。わ、はい、かりました。それであの千正夫さんは、はい、この喉ぼてくん下に何かが詰まってるんです。詰まってる、今度は、はい、詰まってるものを取ろうとするんです。ほうほうほう、ラッカバーって取ろうとするんです。あ、ちょっとえへむしを取るような、もうここに梅干しの種でも詰まってるような気持ちでね、はい、ちろっかばあああってこと。そうやってやると、はい、似てくるかもしれませんね。そうね、女好きを、うん、あずきってやれないからそうですね、はいはい、だからもう本当自分の声どれかわからないんです。はい、はい、皆さんまた参考にしてください、はい。イラつく悩み流してほしいよさめ酒止まりずたい風ついて小鉢いいか慰められりゃ二つか連れて街の中